Hey guys, welcome back to my channel. こんにちは、みゆきです。今日はジャーナルについてシェアしていこうと思います。で、前に、モーニングページの書き方についてかれこれ10ヶ月前ぐらいに動画をアップしたんですけど、結構あのモーニングページってすごくこう長いんですよね。だいたい3ページとか書かないといけない。ただモーニングページはあのそれこそジャーナルを始めたばっかりの人とか、あんまりそんなにこうジャーナルを書く時間が取れないっていう人にはちょっと向いてないかなと思ったので、今日この動画ではジャーナルを始めたばっかりの人とか、あと、まあ、普段そんなにこうじっくりね書く時間は取れないけど、でもちょっとこう頭の整理とかをしたい時にジャーナルを使いたいなと思ってる人に向けて、まあ、すごくこうシンプルでベーシックなジャーナル方法っていうのを、紹介していこうと思います。はい、でまずねジャーナルの、まあ、使う道具ツールから入っていきたいんですけど、まず用意するのはノートと、あと、まあ、好きなペンを用意してください。で私が今これ使ってるノートは、オーストラリアのアンオーガナイズドライフっていうブランド、ステーショナリー文房具とかノートとかのブランドで、で、これちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、自分のこうイニシャルとか、まあ、3文字だけ、なんかこんな感じで入れられる文字が入れれますよって。ですごいこうデザインが気に入ってて、で中もねすごいシンプルなんですよ。ただこう LINE のラインだけ、そうなのでこれを私は使ってます。はい、でペンに関してはこの1本目がこの無印のゲルインキボールペンの 0.5 ミリですね。でこれはお家にあったやつ ですごいこうサラサラ描けるので気に入ってます。でもう1個がこのジェットストリームの 0.38、 これただの普通の黒のねボールペンです。でこのね無印の方はすごい描きやすいんですけど、結構こう文字がにじみやすい、こう書いて自分の手で書いてて、ですごいこう自分の手が当たってすぐにじんじゃうので、私個人的にはこっちのジェットストリームの方がサラサラ描けてにじみも少ないのでお気に入りです。で仮にそういう、 こう紙とかペンを使いたくなくってこうデジタルでやりたいなって方ももちろんいると思います。こう 手書きよりタイピングの方がねすごく早いから、そうでそういった方には、まあパソコンとか携帯を使ってもらってねもちろん OK なんですけど、ただ気をつけてほしいのがその書いてる最中とかに例えば LINE の通知が来たりだとか SNS の通知が来たりだとかになっちゃうと結構ね、せっかく自分とこう向き合って自分のね思考とか感情を書き出してるのにちょっとこうそういう通知とかで妨害されてしまうので、まあそういうデジタル携帯とかパソコンを使う方は、まあ、エアプレインモード機内モードにしたりとか、まあ、そういう、 こう通知がねこう通知を受けないように設定するのをおすすめします。はい、そして次に何を書くかなんですけど、まずプランナーとジャーナルって私は違う風にこう分けて考えてます。最近バレットジャーナルとかよく聞くと思うんですけど、バレットジャーナルはそれこそ、まあ、こうプランニング、カレンダーを自分で書いてでこう予定を書き込んだりとか、あとトゥードゥーリストとかで、私が今日ねこのビデオで紹介するのはどっちかっていうとジャーナルの中のこう自分のまあ、思ってることとか考えてることっていうのをこう書き出して、で頭の中をちょっとこうすっきりさせていくものなので、まあ、それこそこういうプランニングとかに興味がある方はバレットジャーナルとかのね動画を検索してくれるとそっちの方が合ってるんじゃないかなっていうふうに思います。で今日この動画で紹介するのは、まあ、4つの、ジャーナル項目なんですけど、その4つはだいたい時間で言うと、まあ、10分20分ぐらいで終わるんじゃないかなっていうふうに思います。でこの4つを、まあ、毎朝でも、まあ、夜寝る前でも、書き出していけば少しはねこうちょっとすっきりした気持ちとかねマインドになれるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では早速この4つの、ジャーナル項目を紹介していきたいと思います。まず1個目が How do you feel right now? 今どういう気分っていう質問です。でまあ、夜このジャーナルを、ね、書くときが朝だろうが夜だろうがその時の気分をただこう思うがままに書き出してください。例えばすごい眠たいとかお腹すいたとか、こうまずは自分の
こう精神面だけじゃなくて、あと体のねことっていうの、体についてもちょっと意識を向けて、ちょっとこう膝が痛いなとかお腹が痛いなとかで理由が分かるなら、その理由もね一緒に書き出していくのをおすすめします。はい、そして2つ目の、質問が How do you want to spend your day?、どういう一日を過ごしたいですかっていう質問です。で、私個人的にはジャーナルをね毎朝にするので、その日どういう風に自分が過ごしたいかなっていうのを、書き出していきます。例えばすごく今日は仕事を頑張りたい日だったら、今日はこれとこれとこれ頑張るぞっていう風にこうちょっとこう意気込みを書いたりだとか、で逆にこう夜ジャーナルを書いてる人は次の日どういう風に過ごしたいかな、次の日のこう一日を考えて、明日は例えばミーティングがあるからこうミーティングでねすごくこういい発言をしたいなとか、そんな感じでどういう風に自分がその一日を過ごしたいかっていうのを、3行から5行ぐらいで書き出していきます。こう簡単に言うならば、その日のね一日の、ゴールとか意図を決める感じですね。今日は生産性が高くいくぞとか、今日はリラックスするぞとか、こういう、テーマを決める感じで、これが2つ目の質問です。はい、そして3つ目の質問がWhat are the top 5 priorities of the day?、今日のとか、明日の、優先順位の高い5つのタスクっていうのを書き出していきます。で、結構ね、普段の生活の中でトゥードゥーリストを書き出す人は多いと思うんですけど、私が思うにすごくその中で優先順位をつけるのがすごく大事かなっていうふうに思ってます。だから例えばこう10個タスクがあるとしたら、その10個の中で5個優先順位をつけて、で1番から優先順位の高いものから始めていくっていうような、そういう、ステップを取るようにしてます。なのでこのまず優先順位をつけることで、こう1日が始まった時にこうすぐその優先順位の高いものからこうアクションを起こしていくことができるので、まずその優先順位を決めるのに、こういうジャーナルを使ってね書き出していきます。はい、そして4つ目最後の質問です。Write down three things that you're grateful for。これは3つ感謝することを書き出していきます。でやっぱりね、私たちって普段の生活の中でそれこそこうメディアとか SNS を見て、あれ欲しいこれ欲しいとか結構ないものねだりする癖っていうのがついちゃってるんですよね。で別にそれが全然悪いことじゃなくて、ただ自分の今持ってるものとか自分が今置かれてる状況っていうのに、そっちにもね意識を向けて、で感謝することっていうのが自分のねこの中での幸福度をねすごくこう上げてくれると思うんですよね。そう、ちょっとこう幸せになれるし、ちょっとポジティブになれる。なのでこの3つ感謝することを、毎日毎日書き出していくことで、ちょっとこう幸せ度アップっていうのを目指してます。で特にこう朝からジャーナルをやる人は、この朝からねすごいこう感謝に目を向けるってすごく気分がいいんですよね。で夜寝る前に3つその日あった嬉しいこととか感謝することを書いても、ちょっとこういい気分でね寝れると思うので、この、感謝すること、感謝に目を向けるためにこのジャーナル項目っていうのを一番最後に持ってきました。はい、以上が4つのベーシックなジャーナル項目でした。本当はねジャーナル項目ってもうこう上げれば上げるほどキリがないんですけど、でも最悪こうジャーナルをね始めたばっかりの人とか、そんなにジャーナルに時間が取れないっていう人は、最悪ねこの4つの項目だけでも書き出すだけでなんかすごいこうスッキリすると思うし、ちょっとこう1日に対してとか次の日に対してやる気が湧くんじゃないかなっていうふうに思います。で私が思うに、せっかくジャーナルを始めるなら1日やって終わりじゃなくて、ずっとね続けてってほしいなっていうふうに思います。でかれこれ私も大学1年生だから、何歳だ、多分7年前とかに本格的にこうジャーナルを始めて、でやっぱりこう書いていけば書いていくほど、続ければ続けるほど自分のことについてすごくこう分かってくるんですよね。そうやっぱりこう一日こうやる気も違うし、感じる感情も違うし、考えてることも違うし、ですごいこう昔のジャーナルとかを振り返った時に、あこの時の自分こういうこと考えてたんだとか、なんかそういう自分を振り返ったりするのもすごい楽しいし、なんかこう自分の成長を記録する意味でも、あと自分のことをねよく知るためにも、このジャーナルはぜひこうルーティン化してほしいなっていうふうに思います。で、ルーティン化する際のコツとしては、今ね自分がすでに持ってるルーティン、例えば夜寝る前に歯磨きしたりとか、朝起きてすぐ歯磨きすると思うんですけど、歯磨きが終わった後とか
ね、なんかそんな感じでこう今あるルーティーンにちょっとこうジャーナルをおまけみたいな感じでつけて始めていけば結構あのルーティン化習慣化しやすいので、ぜひこう皆さんの生活にジャーナルをねもっと取り入れてほしいなっていうふうに思います。でもう一個おすすめなのが、やっぱり自分のお気に入りのノートとかお気に入りのペンとかこうジャーナルを書くのをすごいちょっと楽しみになるように工夫するのもねすごい大事かなっていうふうに思います。だから私この今ねさっき紹介したこのオーストラリアのこのノートブランドのオーストラリアのブランドのノートを使ってるんですけど、これ実際あの、まあ、価格を、ね、お値段で言うと、まあ、2000円とか3000円とかその、ね、100均にあるようなノートと比べて全然こう高いけど、でも私やっぱりジャーナルって毎日使うものなので、毎日使うんだったらねせっかくだから自分の好きなものがいいなとか、ね、可愛いデザインがいいなとかで、やっぱり可愛いデザインとかこういうね自分の好きなノートとかを使うことでジャーナルするのすごい楽しみになるし、あと私最近はあの朝カフェオレを作って、でそのカフェオレ飲みながらあのジャーナルをするのにすごいハマってて、そうだからこう自分がちょっと楽しみになるようにルーティン化その工夫するのってねすごい大事だと思います。はい、というわけで今日はジャーナルについて、シェアしました。最後に今私のお気に入りのクォート、引用があるんですけど紹介しますね。 A personal journal is an ideal environment in which to become. It is a perfect place for you to think, feel, discover, expand, rememberAnd dream. これはブラッド・ウィルコスさんっていう方の言葉なんですけど、でこの言葉が私すごいこうああいいなって思いました。っていうのもやっぱりねジャーナルって過去のことを記録して終わりじゃなくって、こう未来に向かってああ頑張りたいな、こうはなりたいなってい こう自分のね理想とかも書き込むことができるし、もちろんね過去のことを書いてでこう覚えておける、プラス自分の思考をもうちょっとこう何あの研究あの勉強自分の思考をこう見つめてって、でそこからまた新しいアイデアが生まれたりとかすごい自分の中で学びとか発見があったりとかするんですよね。なのでジャーナルって本当にこう書いて終わりだけじゃなくてすごいこう考えさせられるツールでもあるなというふうに思います。はい、というわけなので、皆さんが、ま、今日からとか、ま、明日から、このねちょっとしたジャーナルの習慣をあのライフスタイルにね取り入れて少しでもこう自分のことについてちょっとクリアになったりだとか、ま、モチベーションを上げて毎日の生活を送ってほしいなっていうふうに思います。はい、というわけでここまで見てくれてありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。 Thank you so much for watching and I'll talk to you guys in the next one. Bye! Yeah.